細野豪志候補お願いします今回民主党の代表選挙に立候補いたしました細野豪志でございますどうぞよろしくお願い申し上げます私はあのこの代表選挙に向けまして2年前から準備をしてまいりました4年前の東日本大震災そして福島での原発事故この国をですねもう一度本当に立て直していきたい被災地のために頑張りたいこんな思いが2年前から非常に強くなりました 今回、代表選挙に立候補いたしましたのは、そういう状況の中で、今の政治に危うさを感じたことも、もう一つ大きな原因としてございます。先ほど長妻さんからも話がありましたけれども、安倍政権に任せておけば、この国の民主主義が危ない、集団的自衛権の問題をです、ね、国会が閉会中に、我々野党がです、ね、仕事ができないところでやられたというのは、その典型的な事例だろうというふうに思います。 野党としてですね、再建をすることによって、そして与党を目指すことによって、この国の民主主義を守りたい、こんな思いがございます。私は今回の代表選挙を通じまして、これまで民主党が言ってきたことをもう一度ですね、皆様にしっかりとお伝えをしていきたいと思ってます。まず第一に私たちは共に生きる社会を作ってきました。個人的な話になりますが、私大学生の時にですね、父親が会社を辞めました。え、短い期間でしたけれども。 大学の学費をただにしていただいてそして、えー、バイト先でもずいぶんお世話になって大学を卒業することができたんですちょうど20年前私は大学の4年生の最後の時期に、えー、阪神・淡路大震災がありましたその時私はこう思いました社会から支えてもらって大学に行かせてもらったならば自分が何かやれることがある時には社会の支える側に回れるそういう人間でありたいというふうに思うようになった そして現地で2ヶ月ボランティアをする中で、これではいかんという思いがあって、政治の世界を志しました。それが東日本大震災の時に、逃げることはできないという思いで取り組んだことにもつながっています。社会保障というのは、世代間の助け合いの仕組みです。それが今、危機的な状況に立たされています。教育というのは、貧困の連鎖を止める上で極めて重要です。これも民主党の大きなテーマです。もう一度、我々はですね、この強制をしっかりと掲げて、 民主党ととししてて再生をいいいく必要があるううふうに思います第二に重要な考え方として、私は多様性を上げたいと思います。多様性こそ強さです。いろんな生き方をする人、そしていろんな地域があって、それぞれが個性を発揮をして、のびのびとやっていく、それが日本の強さにもなります。まず、地域の在り方、自民党型安倍政権のやり方というのはです、ね、今でも分配型の政治にとどまっています。 中央が権限の財源を持って、それを地域に配る、これではです、ね、日本は元気になりません。我々が目指すのは、地域が地域で自分のことを決めることができる、自立分散型の国家を目指して、しっかりと政策を訴えかけていきたいというふうに思っています。生き方も多様になってきました。家族の在り方、これも実に多様になってきた。そういう中で私はです、ね、血縁主義に頼りすぎた家族の在り方も変えていきたいと思っています。 この国には4万人もですね、親に育てる、育ててもらうことができない子供たちがいる。こういう子供たちが施設で生活をしています。彼らに家庭的な環境をしっかりと提供することも国家の役割です。里親であるとか、特別養子縁組とか、血縁主義に偏らない家庭の在り方というのをこれから模索をしていきたい。また、LGBT の問題にも私は取り組んでいきたいと思っています。レズビアンの人、ゲイの人、 そしてバイセクシャルの人、トランスジェンダーの皆さん、そういった方々も生き生きと活躍をできるような差別のない社会をつくることによって、多様性を守ることによって、この国をしっかりと強い社会、強い国にしていきたいというふうに思っています。共生や多様性という考え方は、民主党の背骨ですから、これからも非常に重要だし、訴えかけをしていきたいと思っています。しかし、残念ながら、民主党は国民の信頼という最も大切なものを失ってしまいました。 私はですね、閣僚をやったり、また幹事長をやるなどしておりましたので、その責任があるというふうに思っています。自らをですね、否定をするのは苦しいことです。過去と決別するのも難しいことです。しかし、それをやらない限り、強制や多様性というこの考え方をですね、国民の皆さんにしっかりお伝えをして、民主党を再生をすることはできないと考えました。3つの点で、私は民主党が過去と決別をして、新たな出発を切らなければならないと思っています。 まず第一は経済政策。アベノミクスのトリクルダウンはもはや限界です。ボトムアップで、中小企業は頑張れるような環境を作らなければならない。今、政府は法人税の減税を売っていますが、これは大企業の一部にしかこの効果はありません。むしろ企業の社会保障負担を軽減をすることによって、今、非正規社員でやっておられる方々が正社員になれるような、 そして企業の経営者の皆さんも元気で頑張れるような環境をぜひとも作りたいというふうに思います。この選挙戦を通じまして、中小企業やボトムアップの経済に強い民主党をもう一度作り直したいと思います。2つ目に安全保障です。普天間の問題の反省が必要だと思います。沖縄に寄り添っていきたいと私も思います。しかし、理想だけを掲げて、現実を前進をさせることができなかったこと、この反省は必要です。 私は、この国が戦後歩んできた平和主義というこの原則に立って、これをしっかりと守りながら、尖閣諸島の問題や朝鮮半島の有事にしっかり対応できるような安全保障の法整備と体制の整備に努めてまいりたいと思います。そして最後に、民主党の文化です。自由活発な民主党の文化は大変重要です。しかし、いざとなった時にバラバラになる、これでは決して国民の信頼は戻りません。 東日本大震災や消費増税の時にバラバラになってしまったその反省に立って民主的な党運営をしながら最後はしっかりとまとまっていくそしてそれができないということになった場合については場合によっては厳しい対応も含めてやっていかなければならないと考えますリーダーも変わらなければなりません私は統一地方選挙をはじめ全国を回りまして先頭に立って民主党の勝利のために頑張りますそして自らは総選挙の時には 小選挙区のみで立候補して比例に重複はしません耐えろを立って自ら先頭に立って戦い抜くそういうリーダーの姿勢を示すことによって民主党が変わったんだということを国民の皆さんにお示しをしたいという,ふうに思っておりますぜひとも多くの皆さんのご理解そしてご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます、えー、細野候補ありがとうございました